巨人、山崎伊織さんフォークの指標が12球団トップ。昨季は直球の平均球速も前年の 144.2 キロから147キロに大きく向上、 W ヒットも 0.97 と抜群の数値を記録し、被打率は2207で阪神の村上頌樹に次いでリーグ2位だった。力強い直球に加え切れ味鋭い変化球も武器。セイバーメトリクスの指標を用いて分析などを行う株式会社デルタのデータによると、昨季はフォーク100球当たりの失点増減を示す指標は規定投球回を投げた投手の中で12球団トップの 2.29 をマークした。戸郷に並ぶ原の遺産やな。前は地味に戸郷より好き淡々と HQS マシーンだし安定感やばい。まんま全盛期菅のような完成型。阿部が絡まないと巨人の記事ってポジれるんやな。ほんとこれようやりすぎとる。ヒロイン中ヤジにふはははははと煽り返したメンタル最高や。トミー・ジョンしてたのに腹が2位で強行指名したんだよな。他球団はリスキーすぎて指名に及び腰だった。原の引退試合のプロ初完封勝ちでしびれたよな。あの試合ほんまエースしてたわ。山本由伸と佐々木朗希とライデル・マルティネスより指標良いのすごくね。上原、菅野、山崎より巨人のコントロール良いエース背番号19の系譜や。田中と預金とかいうガチクラ歴史完全に育ったな。もともとドラフトの目玉やったしね。戸郷山崎とかいうダブルエース西舘も敗戦処理させなければ令和の三本柱になるな。例の阪神戦の2回8失点がなければ防御率1点台でウィップもリーグ1位やからな。方ももったいない。原って今回は遺産たくさん残したよな。例の出てきたやん。一時期先発全く埋まりそうな気配なかったのに。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。